佐市梅の養鶏場では死んだニワトリから鳥インフルエンザの感染が確認され県がきのう午前8時から発生農場など3か所でニワトリの殺処分を開始しました殺処分の対象は県内で過去最多となる5万5000羽できのう午後6時半に処分が完了したということです。また、た死骸を埋めたり、 養鶏場を消毒したりするすべての防疫措置が今日午前4時に終了し、全体の作業時間は当初の予定より2日早く大幅に短縮されました。防疫措置の完了に伴い、県は早ければ今月29日から移動制限区域の解除、来月9日から搬出制限区域の解除を目指して農水省と協議を進めています。